目線方向が何でしょうね、今こことここでこうなってんのね。そうするとこのフレームに対してちょっと何だろう、寂しいっていうのは何でかっていうと、こっちとこっちがなんかなくてもいい情報なんですよ。こうほら隠しても性質でしょ。そうするとなんか間延びしちゃうんです。この矢印自体を、実は目線方向の矢印自体を配置する、簡単に言うとですね、こうあるとすると、今書いたこの矢印があるでしょ、これをこうしてこう配置していくの。こうもうちょっと最初のこの位置だとこうあるじゃないですか、フレームに対して。いやそうじゃなくて、なんかこうの方が目線の配置的に良くないですか。こうちゃんと四方を使えてるっていうかね、うん、っていう風に、じゃあこうしようか。でなおかつこういわゆる俯瞰のアクロバティックなこうアングルなので、こういうふうにカメラじゃこんなふうに適当に、なんだろう、斜めにしたり横にしたり勝手にしていいんですかって思うじゃない。それね、まあむしろした方がそういう高いところにいる恐怖感みたいなのが出ます。あと微妙に方向が顔の目線がこっちになっちゃってるから、なるべくその下を見てるようなイメージをちゃんと持つということと、ちょっとこう余ってる余白とかはこう髪の毛自由にこう上の方にいるからなびいていいんですよ。こうこういうので結構目線誘導も作れる。とこの反りをもうちょっと色とかして、でこのスカートとかもこうなびかせたりして、入り口がね、こう見ていくとですね、この位置にあるんですよ、こう十字切ってみるとね、はい、でなおかつ高さ的に言うと3分の1よりもないぐらい、だからこの中の3分の1よりもないんですよ、1,2 だからこれよりないくらい。でなおかつ位置がこの塔のここら辺だから、こう来てこう来てここら辺に、まあ、こんな感じに本当に米粒みたいにしてある、うん、いうふうになるんですよね、うん、こっちの手もちょっと見えた方がいいかな、うん、まあ、いろんなもの結構こうやってね、髪の毛もスカートも体全身もうまく使いつつ目線誘導を作りつつみたいな、なんか案外こっち隙間あるけれど、うん、そこまで間延び感ないでしょ。なんか緊張感が割と持続してるでしょ。なんでかというとこういう視点方向があるから、あ少し削ってもいいような気もしないでもないけどね、うん、このぐらいのフレームにしてもいいような気がしないでもないですけど、まあ、こんな感じかな。ちょっとやっぱ削るか、うん、このぐらいにするとなおこの人の主観っぽい感じがする。さっきの話と同じように、こう、この人からこう見てる感じになると思います。
そんな感じですか。なんか聞きたいこととかありますか。と、あの室井さんの最速本あるじゃないですか、はい、あれデジタルで描かれてる絵が、はい、はい、デジタルです。自分でデジタルで描くときに線がなかなかうまく引けない、はい、引けないですけど、うん、あの室井さんがそのアナログで描くときにペンの持ち方の話、長めにストローク持つっていうのは、はい、それデジタルで描くときにやってきて、そうっすね、応用できましたか。長く、あ、今ペンあるけど、あんまり短くは持ってないですね。あんまり短く持たないことと、多分あんまりズームにしすぎないってこと。あー、ズームにするとやっぱりね、なんでかっていうと細かいとこめいちゃうんで全体のバランス悪くなるんですよ。でちょっと引きだとやっぱり線がこう、キープできないじゃないですか。そこはあとね、僕のやつだと何、あの筆圧感知っていうのがあるから、はい、やっぱグッなんかね、これだとギツッギツッギツッってピタッピタッ止めてるから、じゃなくてスッ入りと抜きみたいな、これ iPad Pro 何で書いてるのかな、なんていうソフト、ペンタブ、液タブ、なんつうの、ワコムじゃない、ね、あ、ワコムのやつ、あ、ワコムだったら多分ね、筆圧感知してるでしょ、はい、全部切っちゃって書いてるんですけど、ね、あ、そうなんだ、じゃあ感知し、はい、いいですか、入れた方がいいんじゃないかな。じゃないとなんかそのザクザクしちゃうよね。ああ、そう、そう、で、まあ基本は同じだけど、まあ、微妙にやっぱ気分っていうか雰囲気が違うから、はい、まあ、そこある程度慣れなんじゃないのかな、はい、うん、はい、大丈夫ですか。